林部聡が12月6日、7日にスペシャルライブ、1年間の感謝を込めて林部聡サンクスコンサートを開催した。コンサート画像本公演はそう、尺八奏者を迎えて能楽最大流派である観世流の本拠地である銀座、観世能楽堂にて開催。観世能楽堂はこれまであった渋谷区松濤からヒノキ舞台を移築し、今年4月銀座の銀座6内に開場した。通常は能を中心とした日本の伝統文化を披露する舞台であり、歌手がコンサートを行うのは非常に珍しいこと。さらにこの日林部をサポートするミュージシャンは、普段の林部のライブでもバンドマスターを務めるピアノ阿部淳、ベース川崎哲平に加え、琴奏者の吉永真奈、尺八の田島健一と、林部にとって初めてとなる和楽器を取り入れた特別なライブとなった。オープニング、林部は着物姿で登場。ライブは美空ひばりのカバー、津軽のふるさとで幕を開けた。工場の月、武田の子守歌、など、和楽器編成を意識したトラディショナルな楽曲を中心に歌唱。初の試みなので、普段のコンサートでは歌えない、今日しか歌えない歌をお届けしたいと思います、という言葉通り、ほとんどの曲が人前で歌うのは初めてという意欲的な選曲だった。前半戦は、ふるさとを観客と共に合唱して、一旦降壇した。スーツ姿に着替えた後半戦は降り、フィナル楽曲、愛と笑顔を、運命の人、でスタート。普段聞き慣れたナンバーが、奏と尺八によってアレンジされ新しい命を吹き込まれたかのようである。さらに先日テレビ朝日系帯ドラマ劇場、トットちゃん、に坂本九役として出演し歌唱した、上を向いて歩こう、そして阿久悠美発表言葉に吉田拓郎が曲をつけた話題作、この街、を披露。その後もこの日のために選曲されたカバー楽曲を、和楽器とのコラボレーションによる絶妙なアレンジに乗せて歌唱し観客を魅了した。ライブが終演に近づくと、ピアノ一本でサードシングル、抱きしめたい、を歌唱。そしてこの日の最後の楽曲となったデビュー曲、会いたい、では、ピアニストさえも降壇し、アカペラで熱唱した。曲の後半ではマイクも外し、溢れんばかりの感情を込めた生声を伝統ある能楽堂に響き渡らせ、万来の拍手の中ライブは幕を閉じた。プレミアチケットとなったこの日のスペシャルライブ、銀座に集まった450人の観客は、普段見ることのできない林部聡のレアなパフォーマンスを心ゆくまで堪能したことだろう。林部は2018年1月10日、これまで発表したシングル3作を収録したファーストアルバム、愛をリリースする。30歳の節目を迎える2018年も、大きな飛躍が期待されている。セットリスト01、津軽のふるさと02、工場の月03、武田の子守歌04、里の秋05、知床旅情06、ふるさと07、愛と笑顔を08、運命の人09、上を向いて歩こう10、この街11、僕のそばに12、コスモス13、恋人よ14、抱きしめたい15、会いたい林部聡ファーストアルバム、愛、2018年1月10日リリース、CD プラス DVD、AVCD9380、B4500円、税抜、CD、AVCD9380130000円、税抜、林部聡オフィシャルサイト、